完全な平和が実現した世界で大人たちが作った将としての戦争、そこで戦い生きることを決められた子供たちがいる。思春期の姿のまま永遠に生き続ける彼らを人々はキルドレと呼んだ。空と地表の境で繰り返される終わらない愛と生と死の物語。完全な平和が実現された世界。しかし人々は平和を実感するためにあるものを求めた。将としての戦争。そこでは確実に誰かが戦い死んでいく。戦うのは思春期の姿のまま永遠に生き続けるキルドレと呼ばれる子供たち。今一人のキルドレがウリス基地に降り立った。本日配属されました神奈美雄一です。草薙スイートです。あなたはキルドレですか？僕たちキルドレは年を取らない、永遠に生き続ける。最初は誰もそれを信じなかった。でもだんだん噂が広がっていく。戦死しない限り死なない人間がいるって。私だけがキルドレじゃないなんて、そんな都合のいい話ってないよね。君は大人になりたいと思う？前にこれに乗ってた人、人狼って言うんでしょ。どうして死んだの？なんだか体にしっくりくる。あなたを待っていたわ。初めて出会った二人を見えない何かが引きつける。お前、栗田人狼のこと聞いたか？どんな話？あの女が撃ったんだ。気がつくと、いつも君のことを考えてる。草薙氏なら、やめた方がいい。帰るの？草薙氏と寝てみろ。頭を撃たれてさようならだ。ティーチャーって？奴に空の上で出会ったら、生きて戻れない。奴は俺たちと違う、大人の男だ。大人の男。彼、昔はうちの会社の人だったの。いろいろあって、うちの会社を辞めたから。ティーチャーを撃墜すれば何かが変わる？え？あなたの愛は。かわいそうなんかじゃない！同情なんかで、あいつを侮辱するな！向こうも減っちまったな。あなたの。彼女はとびきりのエースだった。仲間たちより少しだけ長く生きて、自分や他人の運命に干渉することを覚えたのよ。何か？いや、そんな風に新聞を畳むやつがいたなと思って。何度君と出会い、何度空で戦い、何度君と愛し合ったんだろう。その銃で私を撃って。
サムナイト、私たち永遠にこのままだよ。君は生きろ、何かを変えられるまで。スカイクローラー。